農林水産省北海道農政事務所帯広地域拠点地方参事官の遠藤です。現在新型コロナウイルス感染症の影響により小豆の需要が大きく落ち込んでおり価格が低迷しています。こうしたことから小豆を生産する農家の方々やお菓子屋さんなどを応援するために私たちで何かできないかと考え、この度需要を喚起する動画を作成してみました。ぜひ最後までご覧になっていただければ幸いです。よろしくお願いします。小豆を食べよう。小豆。